はい、皆さんこんにちは。レノファ情報へようこそ。さあ、レノファはホームで水戸ホーリーホックさんと戦いました。さあ、雨の中、ちょっと結果は残念な結果に終わりましたが、ぜひね、振り返っていきましょう。最後までご覧いただけたらと思います。それではどうぞ。ありがとうございます。お邪魔しました。よいしょ、どうぞ。オレンジな人が、ブームのアクリルスタンド、私は板倉選手を選びました。はい、ストロングヘビー級チャンピオン、177センチ、96キロ、青木ギュウギャン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり技を攻撃するっていう、技の華麗さもそうなんですけど、今日の予想スコアです。2対1にします。連勝といきたいところです。去年ホームでは水戸さんに負けてますので、なんとかしてほしいところ。入場時には道の駅田島の湯の温泉チケットが1500枚配布されています。
昨年ではハブキャンプフィールドの方でパブリックビューイングの方をさせていただきました。得点する勝つ、そして山口一番を絶対にやる、その確実的なものにするためゴール裏の皆さんはさっきあちらで聞いてたよりもっと熱くいけます。もっといきましょう。もっと熱くいきましょう。ぜひスパックの皆さんも手拍子でもいいです。選手がいいプレーしたら拍手しましょう。声に出して応援しても構いません。今日このスタジアムに来てくださった皆さんで素晴らしいホームの雰囲気を作りましょう。そしてまたもコースが変わって2失点目。今日は運がないですね。前半が終わりました。1対2、アクシデントのような失点が2回続きました。後半の修正に期待したいところです。次頑張れよ。帰りは豊富でカレーを食べました。なんか前も負けた時に来て、で前もなんか何が大きいなと思ってた記憶があります。そして私も大好きなそよ風ヨーグルトを買って帰りました。一番好きなのはバニラ味。さあ2号線沿いの看板、今日は綺麗に撮れるか。はい、見る人が見たら分かるんですけど、これ今どこ走ってるんだっていう感じですよね。これも国道2号線です。はい、帰ります。次こそいい天気と勝ち点3が見たいです。お天道様よろしくお願いします。ちょっと不運でしたね。水戸さんの枠内シュートは2本でしたが、そのうち2本がゴールになってしまった。2本ともコースが変わってしまった。相手が10人になると逆に攻めにくくなるという話は聞きますが、いやー、同点に追いつくのがバリが欲しかったですね。残念でした。
またね、切り替えてね、次応援頑張りましょう。この試合の MJP ですが、見事野より選手の先制ゴールを呼び込んだ相田祐希選手です。おめでとうございます。いや、相田選手の素早いゴールキーパーへのインターセプト、これがね、野より選手の先制ゴールを呼びました。いやー、もうね、相田選手の走るフォーム僕大好きなんですよね。いやー、素晴らしいです。行こうぜ勇気、おーおーおー、バモアイダ勇気、おーおー、行こうぜ勇気、バモアイダ勇気。パブリックビューイングの情報です。この度防府市でもパブリックビューイングが行われることになりました。おめでとうございます。以前ミラスタに在来線で行った時に、結構防府駅で降りる方もいらっしゃったので、やっぱりね、防府もね、レノファの熱が高い地域ですね。ぜひとも一回ね、お邪魔してみたいと思います。その時はよろしくお願いします。そしてレノファは次節はアウェイ鹿児島ユナイテッドさんと戦います。5年ぶりですよね。薩長ダービーです。鹿児島はなんかスタグロの焼酎が100円ぐらいで安かったり、マスコットのユナイクが可愛かったり、レノファのサポーターの皆さんにとっては、人気のアウェーの一つですよね。私もちょっと行きたかったんですが、今回は日程が合わず断念します。うわ、鹿児島行きたかった。実は私鹿児島4回ぐらい行ってるんですけど、レノファは絡んだことはないですね。確か九州自動車道で人吉を過ぎたあたりから何箇所、十何箇所ぐらいトンネルが続く地域があるので、まあね、車で行かれる方はぜひね、お気をつけて行かれてください。残念な負けでしたが、まだまだ試合は続きますし、志垣監督はまたね、きっとね、修正して臨んでくださると思いますので、またね、我々も頑張って応援しましょう。頑張れ、レバー山口。水戸線に行った際にサポーターの方からレディースのポスターをいただきました。ありがとうございます。2連勝、幸先がいいですね。頑張ってくださいね。